受付中。生き死にっていうふうに説明するのが分かりやすい。でもその死んででもまあ生まれる命もあって、それがどん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 続いていく感じで、私が死んだ後も命は生まれっていう、もうちょっとなんか大きく出ちゃいますけど、宇宙とか。描くのは人の形を借りた宇宙の断り。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は画家亀井道夫。美大出身ではない彼女が、その異色の経験をもとに描くのは、全く新しい曼荼羅の世界。この世界って何だ、この宇宙って何だっていうふうに考え方自体はそんなに遠くないだろうっていう、どういうふうに表現していったらいいだろうってなった時に、あの図柄があって、それをこう曼荼羅って呼ぶのは、私の中ではすごく自然なことというか。生と死、そこには彼女の異色の経験が関係している。何か来たものには乗るっていう風に生きてきて、解剖の授業が講義があるけれども、聴講生なり専攻生のなりということで、勉強するんなら来ていいよと。解剖学の授業を受けたことで見えた死生観、それはその後の制作活動の根幹となっていく。解剖図っていうのはどこまで行っても体の中でしかないというか、人って皮膚もあるじゃないですか。そういうなんかこう中だけじゃなくて外となんかつなげてみたい、そういうものを探してた時に、たまたま春画の展覧会を見て、あ、これじゃんみたいな。体の内と外をつなげるもの、春画との出会いが彼女が本当に描きたかった曼荼羅の世界へと重なる。結局私は生き死にとかこの世界とか言ってますけど、それって描いてて分かる気はしてない。分からないけど、絵は絵ですごく描きながら情報を取り入れていくので、全く私のコントロールはできないものだっていうのが合わさって、何かが起こるような気がする。描くことで何かが分かるかもしれない、そんな自問自答を繰り返す亀井道夫のブレイク前夜。例えば私も人との出会いで人生が変わっていくわけです。あの時あの人に会ってなければ私はここにいないってことが山のようにあって、絵もちょっと似てるようなところが私はあると思っていて、春画の形も借りてますけど、何かが一致した時にどうなるかは分からないなとは思います。でも変わっていいのかなっていう気はします。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家平林貴弘のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。